お疲れ様です。速会塾の久保です。それではちょっとね、今日は軽く講義をしてみましょうか。講義のテーマは2つ設けました。1つは人材育成ってのは一体何なのかなってことです。で、もう1つはギブアンドテイクについてです。よろしくお願いします。それじゃあギブアンドテイクからお話ししましょう。よくね、商売とか人間関係はギブアンドテイクだよって言われますけども、まずはこれは考え方が全然違うなということですよね。あの、別にね、 テイク何かをくれるとかくれないとか関係なく、ギブはするもんなんですよ。この視点に立たないといけないんですよね。つまり、自分が一方的に何かをして何も返ってこない。それでいいって思わないと。一生懸命何かに尽くしても全然返ってこないのを、あの人は全然ダメだよね。って何やっても全然帰ってこないよね。じゃないんですよ。あの、ギブさせていただくということなんで、今の世の中ね、無料でも受け取ってもらうことが少ない時代ですよ。だから、自分の、 行いとか言葉とか気持ちってのをね、受け取ってくれるだけでもありがとう受け取ってくれてって気持ちにならないといけないんですよ。だからギブアンドテイクってのはちょっとレベルの高いことなんですよね。で、もっと言うとギブしてないのにもっともっとくれるみたいな関係もあるわけじゃないですか。だからそこまではなかなかいかないと思いますけども、芸能人じゃないんでね。だからまずはギブアンドテイクってものの概念を改めること。これをお話ししましょう。ギブアンドテイクね。 ギブしても何も帰ってこないってことは、まずね、自分でギブしてるって思ってるところがもうギブじゃないんですよ。全然ギブが不足してるんですよ。そんなもんじゃギブじゃないっていうことを噛み締めないといけないのに、ギブしてあげてるのに全然帰ってこないよっていうふうになんかね、自分の無力感を苛まれてしまうっていうところがね、もう違うんですよ。もっと言うと、ギブテイクじゃなくてギブギブ、アンドギブ、アンドギブ、アンドギブぐらいなんですよ。自分に提供できるものが少ないから、 ギブして、はい、自分はもう空っぽになりました。全部あげました。なのに帰ってきませんってことになるんでしょどれだけギブしても、まだまだありますよっていう状態に、まずは自分の内側を確かめていかないといけないんですよね。知識や経験がそれに、えー、繋がるものだと思います。それからやっぱりね、えー、人を励ますこととか、人を育むこととか、人に感謝することとか、人を鼓舞することとかね、これを常にやってないといけないんですよ。 で、まず、誰にでもできることなんですけども、どんな時でも笑顔でいることでしょうね、きっとね。多分私、半笑いしながらこうやって動画撮ってると思うんですよ。で、どんな画像も笑顔だと思うんですよ。まあ、あえてね、しかめっ面をしてる動画もありますけどもね。でも基本的には、ちょっとこう、明るい顔で動画撮ってないですか。で、よくね、Facebook の画像とか見てもらいたいんですけども、あの、自撮りするじゃないですか。ムスっとしちゃダメなんですよ。真面目な顔じゃダメなんですよ。ちょっと笑った感じでね、特に女性は、 スマイルじゃないと見向きもしてもらえません。いや、これ本当にそうなんですよ。男性はそこそこね、ムスッとした顔でもモテる人はいるんですよ。でも女性の場合は絶対笑顔です。ね、こんな感じでちょっとね、あの、明るくした方がいいかなというところもありますし、首に手を当ててみるとかね。で、こう、ニコッとしてみるとか。もう完全に、あの、ヘアカタログとか、モデルさんの誰それをイメージして、まるでそれをコピーするかのようにやった方がいいんですよ。これ年齢重ねれば重ねるほどやった方がいいです。でも、 40代とか50代になってくるとなんかその大人の魅力をね自分で演出してるのか知られませんけどもそんなのはないんですよあの大人の魅力っていうのは何やっても出るから大人の魅力なんですよね、うん、だからそう思うとやっぱり演じていかないといけない画像っていうのは特に演じていかないといけないそれがギブテイクではなくてギブギブギブ,ギブのまず第一歩へのギブなんですよここでもうねほとんどの方はつまずいちゃってますそれから自分のことを語るんじゃなくってどちらかというと見てる人聞いてる人のことを 文字にしてあげる、言葉にしてあげるってことが大事です。これを、you, we are の原則って言うんですけどね。これは何かっていうと、情報発信するときに、まずは聞き手のこととか、見てる人のことを話題にするんですよ。もしくは世の中で流行っていることとか、問題になっていることはね。皆さんの周りでこんなこと起きてませんかっていうふうに語りかけていくんですよ。そうすると、見てる人とか聞いてる人が、あ、確かにそういうことあるあるって感じで掴まれるわけですよね。その次に、私もそうなんですと。 この問題を一緒に解決することはできないでしょうかっていうふうに、今度ブリッジをかけるんですよ。これが We っていう段階です。最終的には、私はこのようにやっていこうと思いますって形で、やっと自分の考えが出てくるんですよ。それがしかも結論になってる。この順番じゃないと、You,、uh, you We, I の順番にならずに、人の気持ちを引き込めないんですよね。多くの方ってのは、ギブアンドテイクと言いながら、自分のことばっかり喋ってるんで、もうはっきり言って、 うううざざざいいい上司うざい先輩うざい中年になるわけですよそうならないようにまずは君たちさっていう感じで語りかけていくこと主人公はあくまでもあなたなんですよってことをいつもいつも思ってることですよねなんかね自分が頑張ったのに報われないとかねすぐに言い出すんですよ特に50代過ぎるとねいやそうじゃないんですよ自分がなんで目立たないかっていうと自分の能力がないからと謙虚に思うことですよねで若い人がなんでね取り上げられるかっていうと若い人に若いからじゃなくって ちゃんとと能力があるからだっていうふうに認めないといけないいいけですよ、ね、ですんであ自分も若い人に学んでいかないと教えてください20代の方30代の方10代の方っていうふうになっていけてますかってことなんですよねでそういうふうな腰の低い年上っていうのはモテますよ、ね、そうじゃないんですよ多分勘違いしてると思いますよこの辺がはいじゃあギブアンドテイクちょっとねまとめましょうかギブアンドテイクという考えが間違いであることが一つ基本的にはギブアンド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 ギブです そのぐらいギブを持ってますかってこと。そしてギブテイクに行くにしても、ギブしたと言えるほどあなたはギブしてませんよってことなんですよ。ね。向こうから帰ってくるほどギブしてますかと。イメージで言えば、目の前の人にね、コップを持ってもらって、そこに水を注ぐんですよ。溢れるぐらいあげたら、溢れたものがこっちに帰ってくる。そんな感覚ですよね。はい。では、それではね、次は人材育成です。人を育てるってのはどういうことか。 っていうことなんですけども職場では間違いなく掃除ができる整理整頓ができる挨拶ができるこんなのは人材育成でも何でもありませんこれを人材育成だと思っているあなたは痛いですそうじゃないんですよ人材育成っていうのはねどうやったら人を稼がすことができるかどうやったらこの若い人にファンができるかファンを作ってあげることができるかどうやったら人を育てるような人間にしてあげれるかこういったことを伝えてあげるから人材育成なんですよね ま、つまり、小型の自分を作るっていう考え方なんですよ。だから、前提として自分がね、経済的に豊かで、人脈豊かで、言葉遣い丁寧で、いつも明るくて人気者。これがないと、人材育成にはできないんですよ。人材育成の得意な人って人気者であることが多いです。あと、反対にね、超スパルタであることが多いです。どっちですかってことなんですよ。多分、多くの方が人材育成をしてるっていうふうなつもりでね、人材育成してないんですよ。つまりは、 ここが在庫置き場ですよと。えー、9時に出勤だったら5分前にタイムカード打つんですよっていうのが関の山でしょ。それ人材育成じゃないですからね。それは会社が作ったマニュアルをそのまま伝えてるだけ。伝令係です。人材育成ではありません。そうじゃないんですよ。人材育成ってのは自分の判断とか自分の行動や結果をどのぐらいね、後継者が受け止めてくれるかってことなんですよ。だから、 会社のやってることをそのまま、はい、どうぞってお伝えしている限りは、それは人材育成にはなりません。自分が小さな会社をやっていると仮定してですね、この自分の会社の社員を稼がせるつもりで、集客させるつもりで、人生を豊かにするつもりで、ちゃんと自分よりも若い人とか後輩とかね、部下を育ててますかってことが人材育成ですからね。らここをね、大きく間違えてるんじゃないかなと思いますよね。まあ、はっきり言って人材育成でも何でもないことを人材育成って思ってる人ばかりなんじゃないですかね。 あの、作業を教えるのは人材育成じゃないですからねあくまでも仕事とかマインドセットを教えてるってことになりますこれがちゃんとできるとネットビジネスもちゃんと回り始めるんですよで当たり前ですよねだってリアルでできてることを別にねネットの世界で表現するだけですからねだからリアルでダメだった人がネットでうまくいくってことは基本的にはありません <laughs> ネットではねお客さんがたくさんいるような感覚に陥ってますけども全然いないんですよ それこそ目の前にリアルな人がいた方がセールスは楽です。インターネットで記事書いたりとか動画発信したところで、商品なんて売れませんよ。誰も集まってこないですよ。そこには無意味な集客が起きるだけなんですよ。で、私がなんでこういうことを言うかってね。やっぱりね、きちんとやってると売り上げも上がるし、一定の集客はできるんですよ。 ほとんどの人はそこまで行かないんですよ。そこまで行くまでにやめちゃいます。もっと言うと、リアルな世界でできないことをネットだったらできるっていうふうに勘違いしてるんですよ。そうではありません。ちゃんとリアルな世界でやっておかないと、ネットの世界ではまあ、花が咲かないです。リアルな世界でやっていたからといって、リアル、ネットの世界で当たるともう限らないわけですからね。だから、ネットだけでうまくいくってことはないんですよ。リアルでもうまくいく人がネットに挑戦したらうまくいく人が一部いるってだけなんですよ。リアルでうまくいかない人はネットではうまくいかない。ね。この、 不可逆的な考え方ですよね。まあでもね、諦めることはないです。やることをちゃんとやれば、ほとんどの人がはちゃんとやってませんから、すぐにごぼう抜きすることができます。その期間がだいたい3ヶ月とか、半年とか、まあ、長い人で1年ってことなんでね、まあ、1年間、一心不乱になって、何も身に乗らないってことはないですね。うん、多分ん1年間やんないんですよ。3ヶ月もやってないと思いますよ、ね。私がこういうふうなことを言って、最初の1日はね、ブログ書く人いるんですよ。1週間経ったらもう書いてないと思うんですよ。 いや、忙しくってとか、ネタがなくってとかねで。そういう人は消えていくんですよ。そうじゃない。忙しい時にどう書くか、ネタがない時にどう書くか。それが情報発信ですからね。で、そこで差がつくわけですよ。ね。疲れてる時にもう一回やってみる。ね。もう一つやってみる。これができる人は次の世界に行くんですよ。疲れたまんまに倒れる人はそのまま終わりですから。はい。ということで、今回の講義いかがでしょうか胸に響いたでしょうかお疲れ様でございました。